茅ヶ崎市立北洋中学校は神奈川県茅ヶ崎市にある市立中学校。茅ヶ崎市の北部に位置している。茅ヶ崎市の中学校の中で最も学区面積が広いため市内で唯一自転車通学が認められている。1955年4月、小出村が茅ヶ崎市と藤沢市に分村合併した際、小出村立小中学校の設置者を 県内にも数少ない漁師による組合率に変更した。茅ヶ崎市藤沢市中学校組合率、後に教育組合率小出中学校と解消し、教育組合議会及び独自の教育委員会を発足させた。その後、本校の属する学区である藤沢市西部の開発が行われ、人口増等が生じたため、 本校を漁師に分離することとし、1976年3月末をもって漁師の設置による小出中学校を並行し29年の歴史を閉じた。これにより従来の漁師にまたがる小出学区のうち、藤沢市は遠藤地区を分離して、藤沢市立秋葉大中学校を発足させた。茅ヶ崎市は小出学区に属する、堤、芹沢、 下寺を、なめがやの従来の学区に加え、香川の北部を含めた新設の中学校を設立することになり、高知は小出小学校内にあった敷地を離れ、下寺をの丘陵に校舎を建設し、茅ヶ崎市立北洋中学校として開校した。木々が緑を増す5.6月、小さく白い花が密集して、環状となり、周囲の山々に印象的なアクセントを添える。 自然に育まれ、円満な人格を目指す本校のシンボルとして、この子の葉と花を図案化。花は、熊の水木である。2012年2月16日現在の生徒数は、1年生115名、2年生140名、3年生120名、合計375名となっている。注釈出店ありがとうございます。